はい、皆さんこんにちは、れいなです。今日は金山小町に来てます。ここは飲み屋の雰囲気がいいところです。はしご酒ということですか。はしご酒をしたいです。前の動画見たことある人が分かるので、1万円を使って2人でどれだけ飲んで食べれるかという企画です。1万円で足りますかね。いや足りない、いつも足りてないけど、なんとなく1万円でストップしてますので、今回も1万円が超えないようにどれだけ飲んで食べれるか、はい、見てみたいと思います。いろんな美味しそうなお店があるので早速入りましょう。お、入り口にマップがあるね。ちなみに名古屋の金山といったら繁華街だね。ビジネスマンもいるし、はい、飲み屋街もいっぱいあるし、はい、名古屋と金山一番でかい駅じゃない。ちなみに今日はあいにくの雨ですね。そう、だから人がそんなに多くないかもしれないけど、なんか意外と結構人がいる。もんじゃ、もんじゃから行く。もんじゃ焼きを。本当だ、もんじゃや利休。もんじゃ焼きいいかもね。ああ、スタートとしていっぱい飲んで1個のもんじゃ焼きを食べていきますか。イエス、そうしましょう。タカは一発で何を飲む。ビールだよね。ダイがある。ないよ、ないらしいよ。売り切れです。生ジョッキ、ダイがある、うん、売り切れ。これ生ダイ。売り切れ。ちなみにもんじゃ焼きトッピングが選ばなきゃいけないね。めっちゃある。チーズとエビと、待てあんま頼むとお金そう、726円プラスになるから。はい、ありがとうございます。メスの相談です。はい、ありがとうございます。来ました。のあれのこの笑顔です。乾杯。乾杯。おいちい。おいちい。まずはなんか野菜とか焼いて、その後駅だしだね、だし急にまずそうに思うよね、駅っていうとき日本語って大事だね。うわ、おいしそう。うまそう。あ、明太子が出てきた。明太、もちチーズ、それが、はいはい、ナンバーワンって書いてあった。人気ナンバーワンだね。そうそう、それがもんじゃのいいところだよね。私、もんじゃ焼きがお好み焼きよりいい気がする。ネバネバじゃないけど、その、なんか、なんていう、そのねえ、なんか言いたいことはわかる。とろり感ね。とろり感、それ、その言葉を探して。ネバネバ感よりとろり感がうまそうだよ。イエス。聞こえは出来上がり。あ、何、どうしました。なんか席後半したら、目の前にどでかいビールがありましたので、ちょっと量的にはアンフェアだと思ってちょっと高の分も。うまくなった。じゃあいただきます。うわー、これ、キャベツがシャキシャキで、チーズと明太子で甘い。本当に最高。いただきます。だしうまで、一口でビール一杯。幸せだね。やば、熱いんちゃう。口の中の感覚壊れてるの。普通もっと熱くね。大丈夫。大丈夫。なんか餅の伸び感とチーズの伸び感が両方口にあるからめっちゃ美味しい。おー、さすがに食レポ上手くなってきましたね、社長さん。なんかいつか上手くなるはずだよね。この端っことかめっちゃうまいんじゃない。王様や。おい、え、はい、来られました。はい、よく半分にしてあげたよ。よかったよかった。よかった。焦げてる。だしがまたさ、焦げてさ、ちょっと香ばしくなってチーズ。うん、まっ。どうしました。なんか今ブツブツ言ってましたけど。よく焼けました。さすがに熱すぎた。さすがに熱すぎた。どんまい早すぎた。だから一口一口をちゃんと待たないといけない。俺に先に取られないようにバクバク言ってるからね。それ見て、珍しくレナが半分半分等しく分けてくれた。優しいですね。ラスト一口。あれ、おろろろろ、スタッフさん行きますね。はあ、ラスト飲み物とラスト一口。いきますね。これはさすがに熱いよね。
いや、熱くないと思うよ、もう。だいぶ熱くないよ。さっきから俺、一口でパクパクいってるから。どうぞどうぞ。もちろん。もう熱くないよ。もう熱くない。こんなに濃くない。本当かな。熱かったよね。あ、濃い。だよね。さすがに熱い。うん、だよね。飲みきりいいよね。うまっ。次行きますか。次行きましょう。行きましょう。いくらでしたか。2992円でした。ってことは残り7000円ぐらい。7000円で、あの少なくとも2軒が行けそうな感じはします。3軒ぐらい行けるんじゃないですか。のタカが大きいビールを飲んでるから無理。人のせいにしますね、すぐ人のせいにする。はい、じゃあ次行きましょう。そのために結婚したよ。次はどこに行くか。あ、餃子とかあるよ。何を食べたいの。餃子。あ、餃子もなんか、おでんがある。あ、おでん、おでんあった、おでん、見て見て、めっちゃ、めっちゃおしゃれなお店。めっちゃ広いけど、レナがいなくなった。あ、いた、あっちから来た。何があるのかなと思って。ホロキチという焼き鳥、見て、ホロキチ、可愛くない焼き鳥。でもめっちゃ混んでそうだから、一回聞いてみようか。このニラと明太子の肉巻きが美味しそうだし。おー、いいね、なんか創作料理っぽいね。あとは定番のネギまで行こうか。あ、オッケー。飲み物は。これを見つけた、イタリア製のシンドロディメラ。そう、あの、リンゴのお酒。あ、そうなの、うん、俺さっきビール見てたら抹茶ビールがあったから、それで行こうと思いますよ。はい、オッケー。あら、来ました、抹茶ビール。すごい、すごいな、すごい。ね、レナはシードよう分からんけど、名前かけてるかな。どうぞ。あ、リンゴジュースの炭酸入りが飲んでるみたいな感じ。ちなみに西尾の抹茶って書いてあったよ。そう、愛知県の西尾抹茶で有名だからね。抹茶ビールって俺見たことないね。なんか青汁飲んでるみたいな。味もそんな感じ。普通のビールの方が美味しい。ああ残念。ただでもあんまり抹茶の味はしないかな。すごい色じゃない。でもすごい。あ、なんか後で来る。あ、抹茶の香りが。ああ、でも悪くない、全然。うん、飲んでいいよ、苦くないよ全然。んー、なんだったっけ。ネギマ来ました。ネギマ、つやつやなネギマ。うん、焼きたて。プルプルプル、うん、ブリンブリン、うん、うん、はい、ではいただきます。うん、本当はプリプリだね。そう、しかも照り焼きの味濃くてうまい。何を言ってるかよく聞き取れなかったけど。抹茶ビールで乾杯。うん、ありがとうございます。ね、ね、まだ来てない、まだ来てない。あと30秒待ってて。うん、わかるよ。あとからほのかに抹茶がぶわってくるでしょ。そう。であれだね、クーって飲めないね、これね。あれってなるよね。なんかデザートかわかんないけど、なんか。確かに。俺は普通のビールの方が好きだな。次のやつ来ましたよ。これもまたすごい美味しそうだね。肉巻きにニラと明太子。あ、肉巻きニラ明太。つやつやの、うん、うわ、ニラがしっかりしてる。うん、シャキシャキしてるね。巻いてる肉もちゃんとジューシーでめっちゃ美味しい。うん、うん、クーぐらいだね。クーじゃなくてクーぐらいだね。女性でもこれは飲みやすいわ。変な苦味とかも全く消えてるもん。なんでだろう。じゃ苦味も、ビール苦いでしょ、抹茶も苦いでしょ。そう、なんでこれ苦くないの。だからマイナスかけるマイナスはプラスじゃん、数学でも。苦味を消し合って。また頭いいこと言ったね。そうそうそう。頭いいんですよ。でもね、マイナスかけるマイナスがプラスは、部下ちゃんは中学1年生か2年生で習うからね。別に頭良くない。誰でも知ってることよ。レナが知らなすぎるだけ。抹茶は後から感じる。おお、いただきました。これちなみに飲んでみた？飲んでない。え、なんかワインっぽい。スパークリングワインの炭酸抜きみたいな感じね。炭酸入ってるよ。
最後の一口に入ってなかったかもしれない。レナがね、最後の一口だけちょろっとくれたからね、わからなかったね。はい、ということで、ね、ごちそうさまでした。はい、次のお店行きましょう。ごちそうさまでした。ということで、いくらでしょうか。残り7000円です。もし3000円だとしたら残り？あと1軒目しか行けないよ。7000円があるなら、ここで3000円払ったらいくらが残るでしょう。わかりませんね。私は計算機を出して出して計算取るよ。やばい女だね。お会計来ました。いくらでしょう。2500円から3000円の間。2970円。どんぴしゃり3000円でした、はい、ってことは残り4000円ちょっとだね。2軒ぐらいいけるね多分。ということで、ね、次は、次はさっき見てたおでん屋さん行く。そこにしよう。ここにしますか。はい、こんにちは。はい、めっちゃすごいよこのおでん。超美味しそうだね。見てそれ、超美味しそう。何が入ってるかわかんないね。ここにいろんなメニューが、あ、じゃがいももあるからね。多分じゃがいもあれだと思うよこれ。美味しそうだよね。じゃがいも超美味しそうに浮かんでる、うん、ロールキャベツって書いてありました。ロールキャベツもめっちゃだし吸ってそうだね。あ、こんにゃく頼むの忘れた。チーズ巻き、こんにゃく、あ、こんにゃく頼むの忘れたね。こんにゃく、こんにゃくいらないよ、タカさん。私、こんにゃくということで、来ました、生 3杯目。今度はゴールデン生。酔っ払ってますよ、はい、あ、今、え、乾杯した。したしたか。誰がもっと酔っ払ってるか分かりましたよね、今。これめっちゃ美味しい。しかもさ、すぐここ外なのよ、うん、で、雨はちょうど当たんないようになってんだけど、そう、外感がいいよね。この開放感マジ最高なんだけど、うまっ。大根でかっ。大根超でかいよ。これ1個なの？でか大根。これ2個じゃないの？いや、俺らのテーブルじゃないかも。2人前じゃない、あれさすがに。だよね。俺らに来た。ありがとうございます。で、俺らに来た1人前の大根。あ、はい。やっぱ1人前だよこれ。すげえでかい、うまそう。Yes。 うわ、ホクホク。しかも絶対トロトロよこれ。ありえんぐらいうまいんちゃう、うん、なんかすごいみずみずしいな、いい感じの。お湯の塊みたいなもんでしょ。そう、要はレナさ、スープ行かなかったじゃん。あ、スープ行かなかった。それがさ、外国人だよ。日本人だったらさ、これスープから行ったら。そうなの？スープから行くんですか、皆さん。さっぱりしてるね。いや、だからあれだよ、これ名古屋スタイルおでんじゃないから。名古屋のおどんを食べたら、あの赤味噌のドーン。まあ、確かに名古屋はそもそも味噌おでんだからね。そう、このだしおでんはさ、わかんない、京都とか東京、うん、非常に優しい味はしますよ。そうね、私はどっちかというとドーンがいいかもしれない。 あ、そうなの、うん、バカ舌だからね、強くないとわかんないよね。そうそう、それ繊細な味わかんないもんね。それそれ。はい、名古屋コーチン卵の半熟卵。皆さん知ってますか、名古屋コーチン、あのめちゃめちゃ高いブランド鶏だね。半熟卵、ほぉ、トロトロや。それは後で俺食べるわ。え、うん、うわ、おー、ちょっと待って待って、おー、びっくりした。一口でいくかと思った。こいつ動画の外で喧嘩なんとかあった。もう一個注文すればいいんじゃない。食べてもいいよ、食べたかったら、うん、いや、優しい妻だから。でも半分まだ食べてないよ。出た、いつもこうやって最後何が残るか分かる。よく見たら、あのさっきの同じだけど、ひとかけらしか残んないよ。はい、見てこれ、とろとろ、やっぱ超うまそうじゃない。うん、これ味の味付けがあるよ。変えるためにさ、これちょっと名前忘れてたけど、何だった知らない。なんかどれぐらいつければいいかも分かんない。あ、いいんじゃない。めっちゃ美味しい。あ、ほんに？これ味の変化がめっちゃいい。うん、甘辛って感じ。お、エリンギ来た。お、美味しそう。うわ、そんな感じなんだね。うまそう。めっちゃエリンギの味はします。お、エリンギの味わかりますか。逆にエリンギの味以外はしない。まあ、エリンギだからね、うん、これ食べて逆におかしくない？
あれ今日何杯目？3杯目？呼ばれてきましたね。ではではエリンギ、ラストエリンギです。うまそう。なんか食感もいいよね、エリンギが。今言おうとしたね。言われましたね、社長さんに。俺言うことなくなったよ。残念。飲みますね。美味しかったね。じゃあごちそうしますか。はい。いくらだと思う？2300円。2420円。ニアピンじゃん。あのなので1000、あ、残った、500円残ってる。完璧じゃん。じゃあ行きましょう。デザート食べます。もう一点行きましょう。デザート食べたいです。はあ、社長さん次どこ行きますか。食べました。いや、どこにも行かないよ。デザート食べたい。あれ、もう終わりですか。1500円しか残ってない。まだ俺飲んで食べて行けますけど。だから1500円で2人でどこでも入っても飲んで食べれない。そう、そうだよ。いっぱい注文して最後走って逃げればいいんじゃないの。ダメ。やばいやつだな。花山駅の近くでデザート食べに行けばいいんじゃない。 Yes、 1500円があるから美味しい、美味しいデザートが食べれます。サーチャーさん、マックがある。マックがあるね。マックソフトとかマックフルーリーとかどう。 あっちの角にデニーズがある。デニーズのデニーズパフェの方がいいんじゃない。あ、デニーズパフェ1500円ぐらいで食べれそうな気がします。あれ、移動してきました。デニーズ来ました。え、まあ、当たり前なことだけど、これはタカ、これが私。でかっ、社長さんでかっ。見てこのチョコレートパフェ、チョコプリン、チョコブラウニー、チョコアイス。こうやっとるよね。3だけさっき食べて飲んだした後に、私も太るよって言わないか。すごい食欲ですね、社長さん。うん、あのお腹いっぱいだけど、デザートは別腹。すごいやん、この人。怖いわ。見て、このメロンもめっちゃうまそうじゃない。あいつやばいや。両方食べようかなと思って。こいつ、こいつやばいな。見て、メロンシャーベット。うわ、これメロン。あ、シャーベットめっちゃおいしい。宝石メロンみたいな。一番いい顔してるよ、今日。一番おいしいかもしれないよ、今日で。一人で2つのパフェを食べる怪物ドイツ人、うんうん、食べましたね。美味しかった。残りはこれ。あ、残った。133円です。お、残ったね。残りました。いけましたね。1万円はしご酒成立しましたね。よくやりました。めちゃめちゃ美味しかったし、あんだけデザートいっぱい食べてね。デザートも美味しかった。デザートが一番美味しかったかもしれない。よかったね。はい、なのでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。